素晴らしいですね、やっぱね。やばいっす。吉尾さんのオクラセグラフトもしっかりうまいんですけどね。この辺やっぱりあの素方のやり込みで共通テクニックっていうかね、ですかね、きちんとできてるって感じですね。間違いないですね。当て感だけはね、もう、うわー、こんな壊してきた。これはやばいですよ。ぶっ壊しに入りました。ぶっ壊しです。さあ、数の子さんがぶっ壊しです。あ、さあ、吉尾さんが揺れなければいいが、セリさんから、さあ、これはガンガン攻めます。中段来てる数の子、だんだん乗ってきた。さあ、頭がかゆい吉尾。あ、止めてる。止まれる。さあ、さすがに打っていく。うまい。きっちり入れて。さあ、この何やっていくか分かんない状態でやんなきゃいけないのがきついですね。きついですね、これ予備知識があんまりないっていう。そうなんですよ。しかも対空出ますね。さあ、ハラットがあの距離が微妙ですからね。あの距離対空出せないんですよね。相打ちになっちゃうから、しっかりそれも吉尾さん判断して出さないですからね。お互いゲージを放出し合って有利を取っていくんですよね。お互いが端を切られる。うまい。あ、これはおっと、さすがに打っていく。打った。だからこれは安いですね。脱出確定で。足なんでここまで減らない。さあ、あとは地味にタイガーで殺しに行くのか。カズノコ、ここら辺がローレンですね。残り20秒のともまだゆっくりソニックを。おお、うわうわ、間に合うの。いやー、出ちゃう。どうなんのこれ。投げてびっくりにもガード。うわー、あー、オクラセアパカ。吉尾さん、吉尾さん、最後のセリフはこいつ。こいつ。いや、いい勝負でしたね。戦い方がやっぱまるで言うんでしたね。一緒でした。いや、オクラセアパカ、最後までぶっ壊しの裏切りでしたね。いや、見事な試合でした。いや、よかった。はい、はい、じゃあ続いて冷血花丸騎です。冷血花丸騎、いやー、素晴らしい。序盤からかなり盛り上げてくれましたね。初の子、吉尾さん。吉尾さん、今どうですか、実況できる心理状況でしょうか。ちょっと落ち着きが必要ですよね。ですね、ちょっと落ち着き、はい。ちょっとフラフラしてますから。ちょっとあの一回僕がやりましたね。大丈夫ですね。ちょっと今徘徊してますね。そうですね。危ない。徘徊中です。いても立ってもいられないですよね、あれはね。じっとしてられないです、ね、あれは分かります、気持ち分かります、あんなことされたら。それはもう座ってられないですよ。サンドバッグが一番欲しい時ですよね、今ね。あれはね。そうですね。もうくれと俺に。さあ、これもあれですよね、花丸木さんと冷血運動さんですね。ですね。坂田対バルログ、バルログ、もうお互いね、ずっと使い続けてるキャラなんで。そうですね、もう無印時代から有名なお二人ですから。だいぶ他の台もね、進行が進んでるようですね。そうですね、うん、H もそろそろ始まるかもしれないですね。始まるかもしれないですね。早くやりたいですね。うずうずしてきましたね。こんないい試合を目の前で見せられると ね、はい、さあ、1P 花丸騎、2P 冷血、飛び通って、おっと、もう投げ、
ゾンビは通さない。これ素晴らしい。いやこれうまい。歩きそばっとうまい。いいそばっと。おお、またもやちょい待ちそばっと。うなぎ2回連続遅らせですからね。さすがにあそこは、うん、素晴らしい読み。やっぱゲームあれですね、攻めた方が強いですね。いやー面白いですよね、攻めた方が、ね、選択かけに行った方がやっぱ強いですね。投げて今度は花丸樹が攻勢に出る。さあ画面足、これもきついですよ。新潟目が始まりますからね。少しでも押し返したい。おお、突きをついて投げて、おもうまい。おお、遅らせガードしてる。うまいですね。うまい、引っかからない。なんでわかんないんですよ。うまい、レベル2確定。あとソマットが出ない。あのサマが出ない。もっと投げた。コラスカル、さあバルログは爪がない。殺しに行った。取って、おっと、わーっとワンチャンありますね、これ。なかったか。おお、さあ花丸樹が取り返して、取り返しましたよ。ゲージ状況は冷血有利、4ゲージ丸々ある。これはいろんなことで使う。そうね、まあ、とりあえず使っていくという。うまいところでゲージ作成。いいところでゲージ作成。さあこちらもうまい。さあバット、おいしい。うん、さあびっくりに、うおー、見てから、きっちり半角取っていく。先じゃないですからね。セービングさえ当たらなかったら、当たらなかったらいける。血が溜まる前に、おっと、いや大パン。さあ爪がなくなる。さあゲージを頑張って、おっと吐いていく。うまい、この裏切りはうまい。うお、出る。これパラスが逃げる。これは逃げるですね。いやだねが、さあこれまだ分からない。ちゃんと取って、ちゃんと打ちませんね。いやー、勝負に来たが、セービングが出てしまったんですね。バックスが出ませんでしたね。ですね。さあ花丸樹が1試合選手。さあこちらもいい勝負ですよ。レベル2、さあダブルアップは失敗。うまい、見えてる。通さない。ここ中段早っ。うんと、おいしいですね。これはきっちり半額取って、うわこれはもう1枚見切っている。ドットの見切り。うわー、いかない。少しでもガードするとセビキアンバイスですからね。ドットの見切り素晴らしい。冷血ヒト。おお、両投げで、両投げ素晴らしい。バックステに、さあ球を読んでるでしょうね。さあびっくり、びっくりに、びっくりにいいですね。びっくりに、みんな使いますね。画面端行ったら、まあ、ガードされてもねいいし、うまく、ね、当たったらまあいい感じだし、しかもめっちゃ画面移動できますから ね、 ね、動かせるんで陣地が。とりあえずその場を変えるにはいい技。そうですね、デンジャラスゾーンから逃げれますから ね、 ですね。さあこれは、これはすごい。ダメ、当たらない。さあ中中目押しきっちり決めて、これで取り返す。これ5分、いい勝負しますね。キャラ替えなしでこのまま、さすがメインキャラっていうね、プライドいいですね。ニュージャム大抵、おスティグ、スナ、さあ始まる。ハメ
目押しきっちり。あ、ちょっと何を見せたんですか。何を、これはだいぶいいですよ。だからゲージ2本あり、おお、ソルティング、びっくりに、お、回復ですか。逃げるかな、逃げるんですね。素晴らしい、投げてどう詰めるか。うわ、びっくりに避けていく。あ、まだわからない、投げ最速。いやなんかアパから匂いしましたよね。危ねえ、坂本しましたよね。多分ね、レゲツさんもそうだと思うんですけど、投げ遅らせます、グラップを遅らせたのが、そこを最速で投げていく。さあリーチをかけていくのか花丸、マルキが先にリーチ、球抜けてくる、うまい、歩き中足、うますぎだろ。扱わなくなる、あ、これはいやー、ビヨッター、これはチェンド、花丸キが勝ち上がり、おめでとうございます。おめでとうございます。トーナメントの B がもう早くも決まったみたいですね。なんで、これですか、 H 始まるってことでいいんだよね。だよね、はい。じゃあトーナメントの B 勝ち上がった選手の名前発表します。勝ち上がったのはアクアです。おめでとうございます。アクアさん、皆さん拍手おめでとうございます。まずは決勝トーナメント行き、一番乗りですね。一番乗り、さすがアクアさん、おめでとうございます。さあ、じゃあ H ブロック行ったってことは、僕じゃあ戦いに行きますね。行った方がいいと思います。はい、はい、さあ続いての配信台はマイクロス対シャですね。はい、結果どうでした？1回戦バイトで負けて、勝って勝った勝った勝ったけど、バルログにやられましたか。お疲れ様です。マイクロス、ちょっと試合一緒に実況、いい、最初はいいのが難しい。そうですね、うん、後でサインもらおう。いいね。後で写真撮ってもらおう。俺も俺も俺もI love Japan T シャツいいですよ、ね、いいですね。さあテンション上がっている、マイクロス本田対シャサガット、サガットホンダ、これはどうなんだろう。 AE では、あった。さあマイクロス、この辺ですね、玉キャラに対してもどんどん前に出る。プレスガードさせてガンガン削っていく、足追い詰められたシャーサガット、しかしひるんではいけない、どんどん球を打つ。よっ、仕込んでる、立ち台系まで目押し、しっかりマイクロス一覧選手、2人
投稿の入り方がさすがですね。ですね。